懐かしい最初のマップ。いるかなみんな。いる。後ろから。こんにちは。シーアナンがこっそり覗いてるよ。やあお嬢さんおかえり。シーアナンは一緒か？一緒じゃまずいでしょ。モロチン一緒じゃないわよ。伝統わかってるでしょ。いるいる。お母さん、後ろ後ろ。おー、うん、モロチン。あの子と会ったら、ぎゅっと強く抱きしめておいてくれ。私たちの分までってことか。あの子が本当に恋しいよ。フィッシュフェスティバルのために戻ってきたのか？何それ。1ヶ月に数回しか開催されないんだが、だいぶ多いね。そこで大会を行うんだ。君が気向いた時に備えて、釣り竿と浮きを貸してあげよう。はっ、見えなくなった。ねえねえ、シーアナ何やってんの？釣りに行こう。こんにちは。シーアナと一緒にいてくれて本当にありがとうね。あなたはとても親切な子だわ。あの子は元気にやってて、遠くからでも私たちの愛を感じてくれてるといいんだけど、ああ、あの子は今どうしてるかしら。まるであの子が近くで見てくれてるかのようだわ。いつもあの子のことを考えてるわ。あたたたたたたたちは全部の群島を旅したの？あの子は生まれながらの冒険家だから、味をしめたら夢中になるって思ってたわ。居心地のいい場所から出ないといけなかったのよ。こんなに鳥いたっけ、前は。さあ、新しいマップがあるか、それとも、同じ場所で別イベントが開催されるか。懐かしい。いいもっこりした土を持ってきてっていう、あったね。あれのおかげで、ミミズが元気になったし。一応全部つながってはいるから、手当たり次第に、おっとっと、まだこのままでいいです。前にあったかな？君にとても見覚えがある。最近見た人形を思い出すよ。つい数分前にな。でも人形は尻尾が一つと頭が二つあるよと思っていたな。とっても変だ。はっ、またチラアナンが。あら、また会ったね。実りある旅になってる？私たちの大事な息子と会ったりしなかった？見てない。今のフリフリかわいいね。ああ、可能性はほとんどないとは思っている。だけど、最後に手紙が来た時は、世界の果てに向かってるんだって言ってたんだ。けど何年も前だしね。あったかくしてるといいんだけど。おや？あんたは寒い気候が好き？寒いとできた人間になるって聞いたことがあるよ。その子は、そこへ行きたいんじゃないかな。ね、雪山だか氷山だかに。目が、キンキラ光ってる。目ん玉キラキラ、金曜日。ここでね、あえてね、金玉キラキラ、金曜日って言わなかった俺を褒めたい。僕たちの息子もだった。冒険を求める顔だ。なら海の地図がそこへ導いてくれるかもしれないな。フィッシュフェスティバルの景品として、たまたま1万円寄付したんだ。おっ。迷子の魚を全て見つけて、ネットに連れて帰るだけでいいんだ。なんだか君は上手な気がするよ。なるほど、地図をぐるぐるっと回転させて追い込めばいいんだね。フェスティバルでは頑張りなよ。あんたがその海の地図を勝ち取れるよう応援してるから。むしろ、カート以外に欲しがる人いいのかなで、まだ、未踏破の場所もあったから、そこも行きつつ、お嬢ちゃん旅はうまくいってるかい？だが、またいいタイミングに帰ってきたな。フィッシュフェスティバルが迫ってるぞ。鳥が追いかけられてる右で。俺はフィッシュティバルって呼んでるんだが、女房には言うなよ。その略称は流行らせない。ああ、とにかく、フィッシュティバルは近くの巨大魚の湖で開催予定だ。魚釣りで競い合うんだが、外から来た人間でも大歓迎。俺は漁師が本職だから参加できないだろうが、つまり、主催者になれるってことだ。名誉なことだよ。また会えて嬉しいわ。今月は競う訪問者がいないのかしらって思っていたところなの。娘は成長がとても早いわ。いつの間にか父親のように魚を担いでいるでしょうね。エンディングとかではもうそうなってそう。ピシピシピシ。いそしぎが止まらない。このかっこいい棒を見せたいだけなのに。かっこいい棒か。ボロン。逃げるね、あの鳥。あとお家があるのが、あ、シアナがあっちにいた。この辺りって、なんか魚のような顔があるね。ヘイ、シアナン。あら。どうしたあ、父さんから。そうか、私たちの分まで抱きしめておいてくれって言ってたもんな。本当にみんなが恋しい。だけど、遠くから見れただけでも、もうよしとしないと。よし、それじゃあ、君のおばあちゃんを見つけるために、私たちは氷山に行かないといけない。氷山を見つけるには、海の地図が必要。そして海の地図を手に入れるには、フィッシュティバルの大会で勝たないといけない。よね。正解。よかった。プランは分かったから釣りを始めよう。フェスティバルは近くの巨大湖で、巨大魚湖、魚湖、魚湖、なんだろう。一番大きな湖なのよ。どんな形か君にも想像がつくかもね。でも私がいることはまだ誰にも気づかれたくないし。あ、思いついた。ちょっと待ってて。変装かな怪しい。アイカート、私はラアナン。えへへ。うん、完全にバレないね。みんなに気づかれないためにはこうするしかないの。いつでもいけるよ。大丈夫かなで、適当につなげておいたけども、これは湖をもっとしっかりとつなげておいた方が良さそうだね。あら、つなげただけでイベントが始まった。みんな、位置についたか？ワープしちゃった。めっちゃやる気の表情だね。よし、シーアナンを餌にして。大物が釣れるぞ、きっと。今回の競技会には2人のゲストがいるぞ。とても刺激的だな。ラーアナンとあんたの幸運を祈るよ。一度大会に参加したら釘付けになるぞ。それから心配ご無用。景品は安全な場所に釘付けにしてあるから、あそこ一番危ないんじゃないか。はは。ルールはいつも通り、全種類の魚を最初に集めたものが勝ちなのだ。開始。父さんが2本の釣り竿をくれたよ。1本は君のね。父さんってば、これを渡してきたとき、私だって気づきもしなかったの。へへ、本当にかな。いつも忘れちゃうんだけど、こうしているとすごく落ち着く。一か八かの時でも落ち着くのがいいの。父さんが釣り方を教えてくれたんだ。あの人、自分では全然釣れなかったから、見られる前に私も自分が釣った魚を全部水の中に返してたの。優しい子。嫌な気持ちにさせたくなくてね。取り合い。これ待ってたら来るのかね？今は食いつく魚がいない。残念。他の人の真似というか邪魔をするか。それもありだな。いないね。これは誰かに話しかけてヒントをもらわないとかな。さあ、お魚ちゃん、お魚ちゃん。昔、シーアナに釣り方を教えたんだ。かわいそうに、あの子はうまくならなかったな。投げて待って引く。ひどく単純なのに。でも、お前の方が釣れなかったんだぜ。あの子は一匹も捕まえられなかったが、挑戦をやめなかったな。釣りポイントは決まってんのかな？今のところヒットが全然ないけど。やっぱ場所じゃなくフラグが必要なのかな？魚、魚、魚。魚を食べると。この湖には4種類の魚がいるんだ。書いてあげたよ。なるほど。この形にすると、湧いてくるんだね。誰にも見せないでね。秘密だよ。それから大会の後には返してね。まあ、とりあえず、おしゃべりからかな。新鮮な魚は大好きよ。この魚は、好き嫌いをしない子に成長するわね。絶対よ。待ちきれないわ。目、へり、ないぞ。成長する娘にはいいわね。それに味は完全な荒海の味よ。おいしいそう。釣り竿であの宝の地図、違うわ。あの地図が引っ掛けてさ、ゴンみたいに。それで奪っていくのはどうだい？やあ。商品はあそこだ。一つは海の地図。もう一つはケランのガーデニングレッスンだ。そっちは受けられそうにないな。もう一人ぐらいいたよね。夫が言っていたんだけど、釣りは精神力のゲームなんですって。だけどあの人がそんな細かいゲームに勝てるとは思えないわ。釣りは湖を読むことが全てだと思うのよね。捕まえたい魚をただ思い描いてやるだけ。描いてやるだけを。思い描くというか、実際にもうね、チーズを入れ替えて描いちゃうからな。5回優勝した私からアドバイスだよ。秘訣は一番いい餌を選ぶこと。やっぱシーアナ使わないと。あと、浮きがひょいと動くのが見えた瞬間に釣り竿を引くことだね。一応タイミングゲーあるのかな。僕は世界で最高の漁師だな。それか最悪か。どっちなのか誰も教えてくれないだろうな。唯一の方法は見つけ出すことだ。よし、じゃあ地図を見つつ、うん、まず左上のからやっていくか水面に波紋ができている。で、これでピクピクしているところに投げ込めばいいのか、それともどこでも OK かな。お、来た。グリーングラバーを捕まえた。あ、もういいですでは2匹目を。ミルコ・ズ・ハゼ。まだかな。来た。カルプディエム。これで4匹目。じらすね。ブルーバンディット。やったー、バンディットキース手に入れたぞ。おや、誰かが全種類の魚を捕まえたみたいだな。捕まえたものを持ってきてくれ。確認しよう。どうどう。見せびらかしえ、まだ釣れてないんですか？プーそんな煽る子じゃないのに。ありがとうよ。終わったよ。お前のおかげで勝てたよ。はいよ。魚を見せてくれ。確かに。この湖のもので、それぞれの種類が1匹ずつ。大会の勝者は、ラーアナンと、その友人だ。商品をどうぞ。レッスン受けられるかな。やったぜ。恵方巻きゲット。違います。この、真ん中奥のやつがさ、野原ひろしみたいな輪郭してるね。眉毛も太いし。また会えてよかったよ、お嬢さん。だけど君には行かないといけない島があるんだろう。勝ち取った新しい海の地図があるならなおさらな。シーアナのことで聞きたいことがたくさんあるんだ。だがあの子の人生はもうあの子のものだ。けど教えてくれ。あの子は元気にしてるか？幸せかな？ちょっと右の方見てごらん。ああ、それを聞いてほっとしたよ。あの子のいい友達でいてくれてありがとう。君が戻ってきた時はいつでも歓迎するよ。シーアナ、こんなに近くまで来ちゃって逆に辛くないか？君もな、ラーアナン。君の釣りの腕前も素晴らしかったぞ。島育ちだろう。出身を聞いてもいいかな？お前らの間だよ。ああ、君たちは次の目的地に住みたいようだな。外には大きな海が広がっているからな。海が望むとき、私たちはまた会えるだろう。さようなら。いいのかい？シアナ。ねえ、加藤。一緒に来てくれてありがとうね。両親とみんなが元気にやっているのを見れて本当に嬉しかった。よく我慢したね、声かけずに。父さんがいまだに食料の魚を捕まえられないとしてもね。ケタケタ。君は私が家に帰ってみんなと再会するのを助けてくれた。だから今度は私が同じように君を助ける番。私たちならおばあちゃんを見つけられる。そんな気がするの。世界の果ての氷山へ。いざ鎌倉。行くぞ。て。こんなに早く切ると、かなりの原点だろうな。やったね。初めてのフェスティバル、ロック会場。うん。ああ、なんで綺麗なところなの？こんな雪、初めて見た。とても平穏で、とても寒いね。シーアナ、それ、裸足？大丈夫？氷の中で動けなくならないように、ボートを動かし続けた方が良さそう。先におばあちゃんを探していて、私はボートを止める安全な場所を見つけてから、君を探しに行くね。ということで、いつも通りの別行動。